プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは、シーバスララボです。こんばんは。日曜日は好きなルアーを好きなように語る時間。はい、いいよ。はい、というわけで、あのね、さっきね、アントレス DCMD 落ちてさ、はい、多分今映像出とんから出とるやろな、きっと。出してて、出すか。ミシミシ。はい、ポチれって。カーソル、右、右、やばい、もうちょい右、やばい、体が勝手に動く。右、下、はい、ドキドキしてる。いや、テンションおかしいってこと。そう、さっきね、ポイントさんからメールも来とった。ああ、なるほど。お買い上げありがとうございます。わかりました。それも届いたらレビューしたいと思います。はい、ね、うん、で、今日の好きスキルは、うん、今日はね、なんやろ、あの釣り具屋さんで、あっ！ってなったやつをね、思わず買ってしまったっていうことで、ちょっと持ってきたんですよ、ルアーを。はいはいはい、じゃあ早速見ていきましょう。今日はこちら、バーン、アブガルシアさんからのハイロー、これ復刻やね、うん、こっちがね、ジョイントハイローってやつ、うん、で、こっちがハイロー200ってやつ、でかいよね、うん、でかい。で、なんなんハイローって思うやん、うん、多分あれよね、このリップが可変で、そうやね、で、ハイとローにレンジが分けれるよってことよね、うん、多分そうやと俺は思ってる。俺も、うん、でね、ちょっと待って、これ、うん、見てほしい。ハイロー、でもそのやっぱこれはオールドルアーの復刻やと思うんやけどさ、うん、そのハイローを知らんわけよ、俺らはオリジナルの、うん、でかね、そこはね、まあ、有識者の方々にねそう、コメントでいろいろ教えてね、いただきたい。もういっぱい落ちるか。まあちょっとごめん、はい。でね、俺以前こういうの買ったんですよ。あー、これね、アブさんの100周年のなんか記念木箱みたいな、うん、でね、この中にもね、確かハイローが入っとったような気がするんですよね。見せんして。ハイロー入っとるわい。入っとる。ほら、これもハイローよね。これがジョイントじゃない普通のハイロー。おー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 、ほんとや。でこのなんか愛のところをさ、うん、押し込んだらリップがこう可変するよね。で、こうやってで、これね、こうやっていろいろこうやってやったら、多分これは水面をこうよぴよぴよぴよってやるんやろね、こうしたら、うん、で、こうしたら結構潜るんやろね、はいはい、なんかギミックとしては非常に面白い、うん、っていうところに惹かれてる。入ろうって書いてる、うんうん、ちょっと電話かかってきたけど、後にしよう、はい、ね、そういうことですよ。はい、もうなんかビジュアルがいいよね。そうなんや、それがね、それがレトロな感じ。これで釣れたら映えるんやろなっていうところで、そうそうそう、ちょっと開けてみるわ。うん、開けてしかもね、値段も結構手頃やしね。安いよね。そう、でっかい方でもだって2000円とか、2100円とかあったよね、うん、で、このジョイントのハイローが1400円とかあったよ。さすがアブさん。そう、これちょっとまだね、使ったことないけど、もう一色買ったよね、うん、実はこれは。はいはい、これあのボートのさ、あのイワシがあのボイルしまくれた状況やったらさ、絶対釣れるやん。絶対釣れるやん、うん、あれ何投げても釣れるやん。そう、そういうところでしか超過とりあえず出さないといかんなっていう。しかもそれ結構レンジコントロールもできるやん。そう、変幻自在、うん、でもジョイントじゃない方が良かったなって思って、はい、で、俺があのこれ何のために使おうと思って買ったかっていうと、うん、俺ナマズ釣りたいなと思って。ああ、なるほど。俺ナマズ好きやん。好きやん、ナマズ好きやん。そう、ラインのね、あのトップがナマズにしとるぐらい好きやん、うん、ナマズはね、食べても美味しいし、釣っても楽しい。はい、最高やね。最高。このね、これでアクションとかちょっと見ながら、うん、ナマズにいいんだろうなって思って買いました。はいはい。シーバスも釣れたら絶対ロマンあるやん。あ、そうだね。それもやっていく。え、そっちも同じ、復刻版も一緒、リップの角度変える時のこっち動き、いや、あの、あ、一緒一緒、押し込んで押して押し込んだら、なるほど、いろいろ段階調節できますよっていう。こういうところの耐久性ってどうなんやろね。いや、あんまりいいとは言えんのじゃないかな。うん、はい、これね、俺らの地域のポイントさんはさ、うん、
結構これシーバスコーナーに置いてたのかな。シーバスコーナーのなんか際ぐらいに置いてあった気がする、ね、あの島の角のとこにね、うん、でもなんか俺どっちかといえばバスコーナーに置いとくべきルアーなんかなって思うよね。確かに確かに。まあでもこっちよ、新内、新内ね、うん、これはやばいよ。これ何グラムなん、でかすぎん。これはね、岩倉さんで買いました。岩倉さんね、はい、これグラムとか書いてないけど、これはね、でも使いどころはね、俺もう結構決まっとるよ。何？これどうからどう見てもこの白パターンじゃない。まあね、のあの何、ね、ビッグトップとかのゲームでさ、はいはいはい、これなんならさ、もうなんかこのリップをさ、うん、もう取り外したらペンシルみたいにドボンってできるんじゃん。こう、まあ必要、このお尻側にウェイトを貼る必要性とかあるかもしれないけど、うん、ね、ドッグウォークできそうよね、形的に。あー、この押し込み、押し込み具合が硬いわ。え、押し込み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 、硬い硬い。おお、いいね、うん、使ってみたい、マジでね。でも、普通になんかイワシの中に掘り込んでも釣れそうやけどね、ボートでね。うん、クリアが欲しい。確かに。これ樹脂よね。そうなん、樹脂で復刻したのが、樹脂で復刻したみたいな話なんじゃない。もともとウッドってこと？そうやと思うよ、多分。俺勝手にウッドやと思ってた。多分樹脂なんや。樹脂やと思う。うん、樹脂は透けとるもんだから。あ、ボリューム感。樹脂やったらね、クリアもね、うん、作れるよね。確かに。ぜひ作ってほしい。でもこれの背中の色めっちゃ良くない？いいよね。これブルーバック。そう。これはいいメバルよ。そう。あとこの何、コダックみたいなこの顔面、顔面ね、うん、こういうの結構アホっぽいけど可愛いな。可愛いよね、うん、これはやっぱインテリアとしても映えるよね。そう、うん、やっぱサイズがあればあるほどインテリアって映えるやん。そう、ゴーストしかり。そう、あとこれ握り心地がいい。危ない、針外してくれ。ちょっと握ってみて、握ってみて。あ、いいね。いいよね。あ、なんかこれオーロラみたい。最近オーロラで撮ったやん、北海道ね、うん、俺も見たかった。なんか全国でちょこちょこ見えたとこあるみたいな。俺ら見えんかったね、見えんかった、残念ながら、うん、オーロラみたい、背中が。だってオーロラとなんかレインボーギャラクシーみたいなカラーのルアー一緒に出されたら絶対バイバイよね、うん、それは。バイバイよ、それは。はいはい。はい、あの実際これマジで好奇心、興味本位で買ったルアーなんで。そうやね、あの性能面、スペック面に関して喋れる情報は持ち合わせておりません。逆に教えてください。そう、はい、で皆さんだったら何に使いますかっていうね、うん、こんなん買ったよっていう、これこの、ね、ごめんね。好きなのは間違いないけど。そう、うん、楽しい、楽しい。そう、やっぱ新しいルアーの開封は楽しい。楽しいね、うん、はい、まあもうね、時間も7分半とか言ってるけど、うん、いい時間やね。そうです、うん、はい、はい、というわけで今週のプチカフェ、アブガルシアさんから、新しく出た、まあ、復刻になるんですけど、うん、ハイロー、ハイロー200、ジョイントハイローということでね、はい、これで、今年の目標はこれでシーバスを釣るかもしれないな、俺。釣ろう。うん、こっちはね、うん、イメージ湧くよ。あ、まあね。こっちがね、意外と難しい気がする。まあまあ、俺今度イワシの時に投げてみよう。こっち？うん。あの場所を荒らすんだけどやめてくれ。もう、だってあの状況やったら荒らすもクソもないことね。まあ、確かに。もはや。はい、はいはい、というわけでじゃあ今週のプチカフェはこの辺で、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。来週も見てください。はい、さよなら。